国民的娯楽として不動の人気を誇るプロ野球。第5回 WBC を制覇し、その熱狂の波はペナント争いへと移る。その熱戦をお茶の間に届けるのがテレビのプロ野球中継。1953年に民放テレビ初のプロ野球中継が行われてから今年で70年。その年間視聴率が一番高かった年は今から40年前の1983年。ほぼ全試合が中継された巨人戦、平均視聴率は実に 27.1%。 プロ野球人気が今とは違う意味で頂点に達していた証である。まだドーム球場もなく、日本人メジャーなど夢のまた夢。そんなドメスティックかつ国民的娯楽コンテンツだったプロ野球。もしこの時期に WBC のような野球の国際大会があったら、日本プロ野球はどんなメンバーを選んで世界と対峙したか。しばし思いを巡らせて仮想日本代表を組んでみた。40年前の侍ジャパンはこんなメンバー。1番センター福本豊、阪急ブレーブス。2番ショート石毛博道、西武ライオンズ。3番サード掛布雅之、阪神タイガース。4番レフト山本浩二、広島東洋カープ。5番ファースト落合博満、ロッテオリオンズ。6番指名打者門田博満、南海ホークス。7番ライト田尾康志、中日ドラゴンズ。8番キャッチャー中尾隆義、中日ドラゴンズ。9番セカンド篠塚俊夫、読売ジャイアンツ。先発ピッチャー江川卓、読売ジャイアンツ。そして世界と戦うためにえりすぐった豪華投手陣は以下の顔ぶれとなった。
そしていつでもスタメンでいけるレベルの捕手と野手のサブメンバーは以下の顔ぶれとなった。日本代表監督、長嶋茂雄。今から40年前、1983年の仮想 WBC メンバーいかがだったでしょうか。あの選手がいない、この選手も必要、スタメンは違うだろう、いろいろなご意見があると思います。一野球ファンの空想なので、あしからずご了承いただければ幸いです。